今回もキャラ解説やっていきます。よろしくお願いします。それで、今回はどの子を解説していくの？今回は星さんのサブマシンガン、PPS43 ちゃんだぜ。うらぁ。さてまずは陣形から見ていくぜ。陣形は後方3マスのアサルトに火力 12% アップの陣形効果ね。倍率はそこそこだが範囲は優秀。単純明快のわかりやすい陣形効果。1000級のサブガンと比べてしまうと若干見劣りするが、十分なスペックだと言えるな。続いてスキルを見ていくぜ。スキルは手榴弾。これも単純明快なスキルね。一定範囲の敵にダメージを与えるスキルだが、この子の場合このスキルがかなり強力だ。このスキルは自身の火力を参照するのだが、PPS ちゃんの火力は33と現状のサブガンの中では最高値。その火力から放たれる手榴弾は間違いなくトップクラスの破壊力。星3とハエ侮れないぜ。あれ、確か星4の手榴弾スキルの子いたよね。PP19 ちゃんは確かに倍率が 0.5 高いのだが、あちらの火力は26。PPS ちゃんの方が火力が出るんだぜ。星さんのキャラに負けるなんて、使い方としては、手榴弾のダメージを上げるために火力アップの陣形持ちのキャラと合わせるのがいいと思うぜ。具体的には G36 や416が上げられる。特に416はスキルが火力参照なので陣形との相性もいいな。しかし盾役の性能としてはやや劣る。攻撃型サブタンクとしての運用が望ましいな。でも確か同じレアリティで同じような運用をするスコーピオンちゃんがいるわよね。スコーピオンちゃんの方が持ってる初心者指揮官もいるだろうし、消費手榴弾なら継続的にダメージを与えられる。要は一長一短なので、ケースバイケースで使い分けるというのが良さそうだぜ。そうダメージで言えば、PPS ちゃんの方が高いみたい。どちらがいいかは自分の性癖に聞こうね。ビジュアルはジトメロリ、ピンク髪、ギリギリすぎるワンピース、絶対領域。この子はロリコンを殺すために生まれてきたと言っても過言ではないビジュアルをしている。攻めますねー。まあピンク髪はインランって、それ一番言われてるから。一体ソースはどこなんですかねー。この子はパッと見かなり線が細く、その華奢な体は強く抱きしめたら折れてしまいそうなほど。しかし絶対領域の破壊力はキャラ中屈指。ロシア少女はみんなこんなのばっかなのか。この絶妙に見えそうで見えないライン。まさに絶対領域と呼ぶにふさわしいな。性格はかなり自信満々で強気な性格。しかしお姉ちゃん大好きなところはとてもいい。穏やかなお姉ちゃんと違って勝ち気な妹。いいっすね。妹キャラの中では素直に妹している方だと思うぜ。重傷絵は、まあいろいろとまずい。ああお客様困ります。あの服の下に隠れていたのは飾り気のないスポブラ、そして島パン。いくら華奢な体とハエ、非常に肉感に飛んでおり筋肉質に見えるな。またお尻をこちらに突き出したポーズはどこか戦場的にも感じる。というか島パンがエッチすぎる。若干目がうつろになっているのも想像力をかきたてるわね。そういういけない妄想にトリップさせてしまうほどには魅力的な体をしていると言えるな。そのまま後ろからみたいにす言ってしまいますね。エロ同人化待ったなし。だが唯一、追加スキンがないのが残念ポイント。これから追加されたらいいなと思うぜ。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。PPS43 は1943年にソビエト赤軍が採用した短機関銃だぜ。ペイペイ社の実戦投入の成果を得た赤軍は、さらに制御性、携行性、量産性の高いデザインの短機関銃を要求した。そこで開発されたのが PPS42。この銃のお母さんと言える銃だぜ。ペイペイ社お姉ちゃんはどこ行ったん？ペイペイ社とは直接的な関係はなく、どちらかというと競合、ライバルといった感じだったぜ。さて PPS はプレス加工で製造可能であり、高度な工作機械や熟練工を持たない工場でも生産が可能であったぜ。この生産性の高さを物語るエピソードにレニングラード包囲戦がある。1941年からドイツ軍に包囲されたレニングラードではあらゆるものが不足していたぜ。しかもヒトラーはレニングラードの降伏を認めないという命令を出しており、レニングラードはまさしく絶体絶命だったぜ。しかしソ連軍は冬季に凍結したラドガ湖で自動車輸送や洋上鉄道を敷設して資源を供給し、市民は蔵書や家具を燃やして暖を取ったぜ。レニングラードは今でいうところのサンクトペテルブルク。文化都市と名高い都市ね。学術的にも価値の高い本が燃やされてしまったかもしれないと考えると、心が痛むな。さてそんな環境下で量産が開始され、守備隊に供給。結果レニングラードは1944年まで陥落することなく、ドイツの魔の手から解放されたぜ。レニングラードを守り切った英雄的武器なのね。戦後余剰兵器となったこの銃は東側同盟諸国に供与され、その生産性の高さからライセンス品やコピー品が多く作られることになるぜ。こんな感じだったぜ。それでは今回はここまで。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。